ールドコール。あんな大変な密空を、難なくこなしたやばいやつですね。裏社会の殺し屋。本物は地帯越しでも匂い立つ。ちょっとブラッドボーンっぽい感じの。戦闘技能検証プログラム、ナンバー10、ランク B。今回の対象は AC、デッドスレッド、識別名、コールドコール。検証を開始します。敵目は早い。殺し屋というだけあってちょっと手ごわそうな感じが。あ、でもだいぶ地帯は欲しい感じですね。倒した。目標の撃破を確認。検証を終了します。お疲れ様でした。クロシアも普通に登録されてるとはなんか、やっぱすごい世界ですね。そしてナンバーナイン。ダスティさんすごいやっぱ特別な位置にいるんですね。検証プログラム、ナンバー9、ランク B。 今回の対象は AC、スティールヘイズ、識別名、ベスパー4、ラスティ。検証を開始します。メインシステム、戦闘モード起動。場所がすごい、ラスティさん向きな感じが。後ろから。え？どこどこどこ？おい、こう、市街地はやりにくいですね。お互い発見できてない感じは。でもあとちょっとです。これで、行けました。モーネストブルートゥー、この人も確かツイッターで人気な気が。虚言癖を備えた人格破綻者。ラットも資金と技術は持ち逃げされていた。すごいですね、河原さんを出し抜くなって。
証プログラムナンバー8 B ランク隊、また独特な地帯。対象は AC ミルクトゥース、識別名オーネストブルートゥ。検証を開始します。メインシステム戦闘モード起動。あ、目の前に。あれ？いたいた。ホヤミンがすごい視界を遮ってくね。うわーね。いた、ポポポポポ。あだだだだだだだ、あだだ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 。よっしゃ、倒しました。危ない戦いでした。やっぱりランク B は伊達じゃないですね。こんな工事現場にそうな地帯なのに。あとはエンブレムがすごい気持ち悪いですね、ちょっと。通信が入っています。 B ランク隊の突破おめでとうございます。ありがとうございます。あなたの傭兵としての進化、その過程を見ることができ光栄です。はい。オールマインドは全ての傭兵のためにあります。では引き続きムッシャー、あ、その前にボイスのチューニングを。バイクの爆破武器はちょっと上げておかないで。あとは回復力はいりますね。あとはこれですかね。こんなもんで。これはさっき倒した人を倒しに行く感じですかね。早速だが本題に入ろう。あんたが絡まれた危険の遺産アイスワームについてだ。封鎖機構だけなら企業が手を組めばなんとかなるかもしれないが、あの化け物は規格外だ。数で当たってどうにかなる代物じゃない。厄介なのはそうだね、常時展開されているリアクティブシールド。コーラルの指向性を応用したものだろう。通常兵器では太刀打ちできないと思っていい。シールドまであるんですね。そこでだベジタ。とんでもない期待というか、イモムシですな。その手伝いも兼ねて仕事を頼みたい。場所はグリッド012。開発初期に作られた崩落寸前の区画だが、そこに私らを裏切りラッドを抜けた救いようのないクズが隠れ住んで。救いようのないクズって言われてますね。クズの名はオーネストブルートゥ。 AC ミルクトゥースはうちで組んであった機体だ。欠点は乗り手がクズなところだね。奴はラッドから金と技術と私がこっそり組んでた秘密道具を持ち逃げした。こんなもんどうやって盗んだんですかね。一人じゃできなさそう。なんかすごい、実はすごい人なんですかね。絵はちょっとじゃあ倒してこいということなんで、さっきアリーナで戦ったんで手の内は分かっているはず。ブルートゥを消すんだ。そうすればみんなが得をする。
ったエノコロブサは俗に言う猫じゃらしなことです。猫と猫じゃらしでエノコログサニャンコロモチっていう名前にしました。え、どこに行くんだ。なかなかキャラがぽい人ですね。はい、取っておきます。うわわわ、例の丸いやつだ。レーザーセンサー、あいたたたた、なんか変な爆発だ。すいません、お島がわからないですね。お待ちしていますよ、ご友人。私はあなたと上司を使います。牛マークとかですかね。結構いっぱい。ということはそれだけ組織的な感じなんですかね。なんか言ってますね。クイッククイック、こう言われようだけど仕方ないと思います。配信者のパンフェア、人がつけるマーク。あ、なるほど、全然考えてないですね。でも作ってたらいいなと思います。イノコログサニャンコロモチなんで、やっぱりこう猫じゃらしとかにしようかなって思います。それだったら推しマーク、なるほど。いたたたたた、せめて景気よくやっちまってくれ。今後の製品開発に生かさせてもらうさ。うわわわわわ、あ、ありがとうございます。じゃあちょっとなんかそういうのをあるかどうかちょっと探してみます。確かによく YouTube だったらこうマークなんかすごいみんな飛ばしてたりしますもんね。なんかお手製のやつとかありますもんね。自分だったらやっぱりこう猫じゃらしですね。おや、こんなところに。
こだろう。あ、こっちで。ここは何かの格納庫だった場所でしょうか。撃破目標の AC が付近にいるはず。新しいご友人。え、上から。様子もおかしい人が。素敵だ。喜んでるのはあなた本人だと思います。やっぱり強いですね。ちょっとしました。思ったより苦戦しなかったですね。なかなか個性的な人ですね。地面に埋まってる。無事ミッション完了ですね。死んだんですね。工房にこもってレールキャノンをいじり倒しているが、あれほど気分の良さそうなボスは見たことがない。要件はそれだけだ。機嫌がいいなら良かったです。しちがらい世の中ですね。旧宇宙くん多い。よろしくお願いします。ペイターさんは礼儀正しくていいですね。スネイル閣下とは大違いです。封鎖機構は相応の戦力で基地奪還に来るはずだ。621イヤ軍 MT 部隊をうまく利用しろ。そうですね、礼儀は大事ですね。親しき仲に持っていますもんね。様子がおかしい。戦闘はすでに終わっている。すごい、なんか佇んでいる人は。通信は聞こえてる？レイヴァン。目標を確認したわ。あれがあなたを語る傭兵。
これがマシや本物の。本物のウェイブンが。すいません、偽物です。あ、返せとは言わないんですね。じゃあどうやって登録してるんだろう。新しく名前作ったりとかしてないんですかね。いたたたたたた。ちょっとなのになかなか。おっと危ない。結構食らってました。ん、倒した。無事脱出できたかい。大丈夫かい。なんかすごい意味深なこと言ってますね。これで正式にレイブンになったんでしょうか。新着メッセージなし。なし。さすがエアさん。なんと彼らの定義する自由意志の象徴として傭兵たちが受け継いできた称号のようです。戦う理由を自ら選び。じゃあ私も今日からレイブン。それがレイブンの証明だというのなら私は変わらずあなたをそう呼びたいと思います。よろしくお願いします。新レイブンのエンブレムが解放されたっぽいです。